はいどうもお疲れ様です。4月19日朝10時30分になろうとしております。今回ですねちょっと精神力の講義をしていこうかと思いますけども、ちなみに一般公開動画で出しておきます。 FX オリガルヒの中には、ね、精神力を鍛えるそんなページもあるわけですけども、今回はそのね、ちょっとミニミニ版ということで一般公開するわけですけども、この今回の精神力の中ではですね、FX オリガルヒの中で私はレンジオプションっていうのをね繰り返しやってるわけですよ。レンジオプションっていうのは値動きの上限と下限を大体なところでこう線を引くわけですよね。そうすると今後もその間で動いていくんではなかろうかという仮説のもとでですね取引をしていくと勝ちの可能性が強くて負けの可能性が少ないよってことなんですよ。でこのレンジオプションどこを上にするのかどこを下にするのかっていうねこの見極めが非常に大事になってきます。まあ、これを毎日鍛えながらかつ実践で使っていくわけですけども、ちょっと前の時間帯だとねここがレンジオプションになってるわけですよ。となるとどういうことになるかというと黒に反転させますけども、この辺りでセルをかけると売りをかけるとですね利益が出て、この辺りで買いを入れれば利益が取れてっていうことになります。買いっていうのは上に行く流れですね、セルっていうのは下に行くってことなんですけども、そうなるとねこの辺りに全然値動きが飛び出してないでしょ。でいわゆるですねここでセルを入れたらここまで取れて、同じところでバイを入れたらここまで取れてっていうのでずっと利益を取りっぱなしになるわけですよ。でここはロスカットを食らってブレイクっていうんですけどもね、飛び出していってやったよってことで今度はバイからセルへ転換するわけです。まあ、そういうふうなことをやるわけですけども、このねレンジオプションなんでね繰り返しやるのかっていうと、それがものすごく基礎の基礎だからなんですよ。これを攻略しないことには FX の次の一歩ってのはないわけですよね。まあ、運動で例えるとですねウォーミングアップをするようなもんで、予選に勝ち抜くみたいなところですかね。このレンジオプションをマスターして、そこで少なくともレンジオプションが組めれば負けはないよっていう形にね取れればもう締めたもんなんですよ。資金は減ることがないんで、追加資金をすることはもう一生なくなるんですよ。まあただし週単位での負けは、1日単位の負けはありますよ。ただ週にならすと結局はマイナスの日もあったけどプラスになったよねっていうふうにできるわけですよ。で最悪週単位で負けても1ヶ月のうちに4週のうちに1週が負けても残りの3週が勝てるというね形で結局プラスになるわけなんですよ。そしてプラスになる可能性が非常に高くなるわけですよね。でご存知のように FX っていうのは売りか買いかの二択ですから、ほっとけば五分五分なんですよ。でその五分五分の傾きを4対6にすれば4割負けたとて6割勝つわけですから、差額の2割が勝てるでしょ。でその差額の2割をまず一番最初に決定づけるのがレンジオプションがマスターできたかどうかってことになるわけですよね。まあ、ですんでね、レンジオプションをまず攻略することを心血注いでいただきたいかなと思います。ちなみに現在、10時半の時間帯ですけども、すでにレンジオプションの買ってもいいフェーズに入ってますよね。だから買いを入れておけば今後この値動きが上の方に跳ねていく可能性が非常に高いということになります。で実際過去にはここでセル売りの方を立てていればずっとこれが取れていましたよねっていうのが昨日で年内は4月18日火曜日の出来事ですからね。まあそういう風に入れなかった方はちょっとロスカットを食らってるという結果になりますけどね。はい、じゃあこんなところで一旦終了したいと思います。どうもありがとうございます。